こんなものでマスクができるの？手作りマスク作り大会。のせとモッチです。まあるね。マスクのマスクのマスクのまあね。そう。というわけで、はい、今はどうかわかりませんけど、一時期ねマスクがこの世からなくなった時期がありました。そうですね。マスクとはみたいな時期がありました、ね。確かに。今はちょっとわかんないですけど、はい、まあでも身近なものでこんなものでマスク作れるよってのを発明しておけば、今後もし同じくということになった場合に、まあ、いち早く対処なんなりできるかなと思いまして、まあ、今回は。オリジナルマスク手作り大会ということで3人それぞれ作ってきました。はい、それを発表していく動画です。これでもし、まあ、3人が作ったやつで、うん、商品化まではいかなくても、うん、まあ、簡単に作れるならば真似してほしいっていうのがあるもんね、うん、せざるを得ないでしょ。せざるを得ない真似を。怖いよ。というわけで今回はオリジナルマスク作り大会ですやっていきましょう。はい、一番って誰か行きますか。はい、早っ絶対クソしょうもないの作ってきてるわ。あの今回はですね、はい、なんて言うんだろう、そのマスクしてるのが当たり前になるよっていうところに着目しました。おおほうほうほう、確かにね。まあその巷ではね、その黒マスクがかっこいいみたいなのあるじゃないですか。あるね。ちょっとマスクもちょっとファッションの一部になる。はい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 、ね、と思ったんですよ。確かに確かに。だがしかし、あの僕はねマスクするとあのね怖い人になるんですよ。あのここが覆われるとこの鋭い目だけ残って、あ怖い人かなっていう感じになっちゃうんで、顔が全体が見えるマスクだなと思ったんですね。今回私が作ってきた作品、はい、こちらです。ステルスマスクです。え、何？怖っ、その反応。いや、違う、すごい、息できないじゃん。これすごっ、すごっ、これはもうすごい、すごい。これね、置いとくとね、本当にどこにあるかわかんないですよ。つけてください。つけるとこういうことですね。おー、確かにな、息できます。うん、からそこが開いてたら意味ないのよ。はい、2番って僕なんですけど、はい、コンセプトとしまして、大人向け、男の渋さみたいな、そう、渋い系、ダンディーな、そう、ダンディーな感じのマスクを作りたいと思って。楽しみだな、ちょっとこれちょっとおもろいな、この企画。僕が持ってきたマスク、こちらです。おー、おー、なんじゃこりゃ。すごい。レザーマスクです。すげえんだけど。ちゃんとだ、普通にすごい。いやね、結構このボタンとかから一から全部作りました。マジか。金具ここだけあんのめっちゃ気になるんだけど。あのね、最初そのね、内具とかなんかいろいろ細かいのがあるんだけど、うん、なんかはまんなくて、わかんない、なんか不具合なんかわかんないけど、すごい。だからアロンアルファでくっつけました。その息できないじゃん。まあ、息はまあ、さっきと本当に上下からしかないです。すげえ、ちょっとつけてみて。あのね、つけてほしい。俺はもうつけたから。そうね、つけたらわかる。俺とかでいいですか。いいよ、つけます。はい。なに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 、なに、なに、つけた人にしかわかんないのよ、これは。もう一回いくわ。はい。なんだよ。でもすごい、でもいいかも、いいかも、いいかも。なんだよ。こっちちゃうにこもりすぎる声が。ポンポン。俺が持ってきたマスクはこちらです。マスクじゃん、マスクじゃん。なにこれ、なんだこれ。 3D プリンターで作りました。すごい普通にすごいやん。というか俺は作ってないんですけど、まあ、作ってもらったみたいな。データを見つけてきまして、あこれを作られた方が、まあ、そのこのきっかけだからって、この時期だからって、その 3D データをまあ配布してまして、はい、それを 3D プリンター持ってる友達に作ってもらったやつです。おぉ、一切関わってないです、ここには。何しとんねん。ただ見つけてきたのが俺ってだけです。でもすごいね。すごいわ。あのこれの詳細はね、ちゃんと貼っておくので概要欄にぜひ見てください。これどう使うかっていうと、うん、この中にこう一段こうフィルターがあって、おでここにこうティッシュとかを挟
挟んで、で戻すとこのフィルターみたいな。いや、すごいな。で、こうですよ。おー、ちゃんとマスクだ。ティッシュさえあれば。ティッシュさえあれば。ティッシュでもキッチンペーパーでもトイレットペーパーでもいいですから。すごい。すごいね。これマジで作った人天才だよな。というわけで、皆さんも、まあ、今の時期、大変でございますけれども、頑張っていきましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。